18勝1敗と充実の稽古をこなした鶴竜、左、写真を拡大大相撲の横綱。鶴竜、井筒部屋、が7日、東京都墨田区の時津風部屋で稽古を行った。新小結、遠藤、追手風部屋、なお相手に18勝1敗。盤石の強さを見せ、2場所連続優勝のかかる夏場所、13日初日、へ順調な調整ぶりをアピールした。三役に昇進した遠藤を寄せ付けず、6番取って全勝。押してよし、組んでよしの横綱相撲だ。春場所で共に10勝を挙げた阿炎、錣山部屋、豊山、時津風部屋、も問題にしなかった。稽古の感想を問われた鶴竜は、ほぼ仕上がりは大丈夫、とにっこり。充実感を漂わせる。痛いですよ、と語る右手指の不安を感じさせない、それほどに強さが凝縮された19番だった。優勝した直後の場所ではこれまで苦戦してきた。まだ優勝していないつもりで、新たなチャレンジをしたい、と夏場所にかける思いは強い。5日には都内で行われたイベントでモンゴル相撲を観戦し、モチベーションを高めた。コンスタントに明日も明後日も稽古して、自分の動き、相撲を確認したい。